いや、ちょっと、はい、先生立ってるからキリストがいらなくないか。あ、でも我々座ってたんでちょっと立たせてもらった。先生立ってるからもう。あ、でもう一回やりますか、うん、今回よろしく。じゃあ、はい、キリーッ。おい、はい、先生立ってるんだろ。いやいやいや、じゃあ分かりました。第二段階から始めていいですか。なんだ第二段階。いきますよ。セルカ、えい、おはようございます。おはようございます。弱性、痛い。ちょっと待てよ。何やってるんですか。先生椅子持ってないんだから。いやいや、先生椅子ないんだから。椅子必要ないでしょ。椅子必要だったよ今。椅子痛かったもんだと。いやいや、いらないですから。いらないのか。そういうのいらないです。そうか、分かった、はい、分かりました。はい、おはよう。はい、じゃあ出血を取るぞ。はい、青山、はい、おはよう。今日も元気だな。朝倉いないのか。おはよう。今日も気持ちいいな。何が小川、おはよう。小川、お前ひげ剃ってこいよ、ちゃんと。先生、一人一人にコメントいりますか。コメントいります、それ。いや、コミュニケーションいらないか。いらないことですよね、はい、時間かかるんです、はい、川岸、お前風邪治ったのか。もう言いたがりか、お前言いたがりなの。コメントどうしてもいらないんですよ。いらないんですよ、はめてくださいよ、はい、くまちゃん、なんで私だけあだ名なんだよ。あ、違う。あ、そうか、そうか。いや、みんながくまちゃん、くまちゃん言ってるから。あ、周りが言ってるから呼びたくなる。仲間に入りたくなる。違うよな。違いますよ。出血の時はちゃんと名字で。そうそう、名字で呼んでください。ごめんな。お願いします。え、橋本。誰なの。なんで家業から家業にぶっとくの。あ、違いますよ。あ、橋本でくまちゃんじゃなかったの。全然かぶってねえじゃん、橋。橋とくまで全然かぶってないよ。橋くまだ。なんで混合さすの。あれと、もともと？もともと？なんだとワクワクさんみたいな。違う。もともとさんみたいな。なんなの？よくわかんないけど。なんですか？それにしても、制服似合ってないな、お前は。うるせえよ。指定されてるからっていうんですよ。私服でっていいんですか？悪かった。いや、ダメだ。ダメでしょ？私服はダメだ。私服？それじゃあ、先生が、わかんねえな。この間、出した宿題を、出してもらう。はい。青山、後ろから、提出してくれ。提出してくれ。え、後ろから宿題を提出なんで提出してあ、違う、先生何ですか。提出ってなんだよ。提出してくれ先生。提出、ちょテクマクマイク、あ、違う、あっこちゃん。提出、あ、先生何なんですか。何が、何ですか。宿題をやってきてもらうためにだよ。やって今日出すんですよ、ね、青山、後ろからあの宿題を出したのを提出してくれ。提出、あ、違う、お前何だよ、壊れかけのレディオか、お前どこだか開きか、お前言ってんだよ。何回もなんかラジカセかんか。そんな熊本、お前は宿題やってきたのか。聞こえない、忘れた。お前は壊れかけのレディオか。な、関係ねえじゃん。さっき私が言ったやつだよ。忘れたのか。忘れました。宿題をやってくるの忘れたのか。忘れました、すいません。それはすいません。それじゃあな、明日まで伸ばしてやる。はい。明日までに宿題をな。はい。持ってやって提出、あ、違う。提出ステテイクスリー。なんか増えた。提出テクマクマイ。好きだな俺。提出。だから提出。しろよ。はい。はい、これがうち。どうもありがとうございました。